クロピジンは、知恵のピリジン系の高血小万歳である。日本や台湾においては、医薬品としての商品名としてパナルジンとも呼ばれている。英語圏での商品名はティックリドである。体内で代謝を受けて、初めて薬効を発揮するプロドラッグであり、肝臓で代謝された後、血小板膜上のアデノシンにン酸需要体である、P2Y12 需要体を阻害する。 抗血小板薬としては、チクロピジンと後継薬であるクロピドグレルと共に、アスピリンの次に広く使用されている。チクロピジンそのものには、薬効はないため、肝臓で代謝を受ける前は効果を発揮できず、代謝されて初めて薬効を発揮できるプロドラッグと呼ばれる種類の医薬品の一つである。このため活性を持った状態の物質の分離が難しく、 作用メカニズムは長い間不明であった。2001年頃になってから結晶板の細胞膜上に存在するアデノシンにリン酸受容体である P2Y12 受容体が同定され、さらに薬効を持つ活性単体が管理されるに至り、ようやく作用メカニズムが明らかになった。副作用として肝機能障害、血栓性結晶板減少性死反病、 半血球減少症などの重篤な副作用が稀に合併するため有効性が同等で安全性に優れているとされるクロピドグレルに置き換わる傾向にある。同じ抗血小板薬として主に使用されているアスピリント効果を比較するために複数の大規模臨床試験をまとめた解析結果が1994年と2002年に発表されている。 いずれのメタアナリシスでも、アスピリンとの比較において、新血管疾患抑制効果が検討されており、その結果、チクロピジンの抗血栓効果はアスピリンを上回る可能性が示唆されているが、統計学的優位さを示すには至っていない。これらのメタアナリシスでは、むしろ、アスピリンとの併用療法が極めて有効であることを示している。ただし、 重篤な副作用が複数知られているため、安全性に優れているとされるクロピドグレルに置き換わる傾向にある。日本においては、クロピドグレルはこれらの研究の後である2006年に承認されているが、併用療法の有効性はクロピドグレルでも同様に確認されている。日本においては、以下の効果、効能によって承認されている。以上の効果、効能は、 プラセボあるいは既存薬であるアスピリンとの二重、盲検比較試験において立証されている。ただし、血友病、消化管潰用、尿路出血等によって出血している患者は、出血が困難になることが予想されるため、重篤な肝障害のある患者は、肝障害がさらに悪化する恐れがあるため、それぞれ禁忌とされる。その他、白血球減少症の患者には、 本剤の副作用として、白血球減少症が報告されているため近忌である。血小板機能更新のある患者への傾向投与して用いる。これによって、ADP、コラーゲンあるいはアドレナリンによって、血小板が活性化することを防ぎ、血小板の凝集あるいは粘着を抑制する。血小板凝集脳の低下は、投与24時間後には発現し、 その作用は継続して投与することによって効果が弱まることなく維持される。投与中止後は凝集更新現象などの逆策を示すことなく、投与前の状態まで徐々に回復していき、4から10日は作用が持続する。また、チクロピジンの高血小版作用は、P2Y12ADP 受容体を非可逆的に阻害するため、その作用が消失するまでには、 血小板の寿命と同じ期間である8から10日間かかると考えられている。チクロピジンの作用先である血小板はトロンビンやアデノシンにリン酸などの生理的活性物質によってそれぞれ特異的な血小板細胞内信号、伝達の経路を介して活性化される。血小板には細胞膜上に ADP 受容体が存在しており、 結晶板における ADP による細胞内信号伝達経路はこの ADP 受容体を介して行われる。ADP の受容体は P2 受容体と総称され、このうち結晶板には3種類が存在すると考えられている。これはそれぞれ P2X1、P2Y1、P2Y12 と呼ばれている。チクロピジンはこのうち P2Y12ADP 受容体を 選択的かつ、不可逆的に阻害するように働く。これにより、アデニルサンシュクラーゼが活性化されて、結晶板内のキャンプが増加し、結晶板が凝集される。ただし、チクロピジン自身が直接作用できるわけではなく、体内に入り、肝臓で代謝を受けることによって、初めて薬効を発揮できる。また、直接 ADP が関係していない。 P2Y12ADP 受容体の役割の可能性が示唆されており、メカニズムの解明が進めば未知の薬効が明らかになる可能性が指摘されている。この作用基準は同様の効果を持つとされるクロピドグレルにおいても同じである。日本における承認の後の6年間に行われた調査によると副作用は全体の6.8%の症例で見られ、 そのうち主な副作用は、微出血、皮下出血等の出血傾向、食欲不振、胃不快感、大き等の消化器症状、肝酵素である、アラニンアミノキテンイ酵素の上昇、アスパラギン酸アミノキテンイ酵素上昇等の肝機能障害、下流球減少は0.1%、横断は0.1%で見られた。 チクロピジンは強力な抗血栓作用を有する有用な薬物だが強力であるため逆に致命的な副作用を生じる可能性もある。重篤な副作用としては肝機能障害、血栓性血小板減少性死半病、半血球減少症の主に3つが挙げられる。いずれも免疫学的メカニズムによって発症すると考えられているが、発症メカニズムの詳細は不明である。 これら副作用による死亡例も報告されている。これらの状況を受け、1999年と2002年には厚生労働省から緊急安全性情報による警告が出されており、治療開始後2ヶ月間は2週間ごとに白血球、酸定と肝機能検査を行い、原則として1回2週間分までの投与とするなどの制限を設けている。重篤な副作用の一つ、 血栓性血小板減少性市販病においては、血小板数が激減する症例もあるが、TTP においては血小板輸血は近忌であるため、注意が必要である。人において、チクロピジン 500mg を単回傾向投与した、場合の血清中濃度は、投与後、約2時間後にピークを迎え、その値は、約 1.95gmL である。血中半減期は、 1> 約1.6時間である。再流剤と常剤では、若干の差があるものの、ほとんど同じ経過をたどる。体外排出においては、チクロピジンの主要代謝物であるオークロルバニオ酸が、2から4時間後において最も多く排泄され、尿中排泄率は投与後24時間までで、投与量の4.1モルパーセントとなった。また、未変化体の尿中排泄は、 投与量の0.01から0.02%と極めて少ない。ラットにおいて放射性同位体 14C でマークしたチクロピジンを傾向投与した検査においては、放射能濃度は大部分の臓器において投与後1時間に最高値を示し、消化管、肝臓、腎臓の順に高くなった。時間的推移は血中濃度とほぼ同様の傾向にあり、 連続して投与することによる核増器への蓄積は認められていない。ありがとうございます。